神とはどんな方かを説明するのは難しくためらいを感じることかもしれないですが聖書の著者たちは神のご性質について思い巡らせた末に皆一様に次のように描いています憐み深く恵み深深くく恵い怒るのにに遅く誠実実な愛と真実に富む方このビデオでは3つ目の描写「怒るのに遅く」について見ていきましょう聖書の神って大体いつも怒っていて罪を犯した人々を打ち滅ぼしているんじゃないの と思う人もいるかもしれませんでも実は聖書における神の怒りはそんな単純なものではなくとても興味深いのですヘブル語では怒るのに遅いはエレクアパイムと言い長い花という意味になりますしかし神の忍耐と長い花にどんな関係があるのでしょうかまず聖書によく出てくるヘブル語で誰かが怒っていることを花が熱く燃えたと言います 例えばヨセフの物語の中でポティファルがヨセフが自分の妻を誘惑しようとしていると思った時彼の花は熱く燃えましたこの表現は通常彼は怒りに燃えたと訳されますこれは人がが怒りでいいいっっぱににななた時体特に顔が熱くなることを表現していますだからヘブル語では怒りを表す多くの場面では「花」「熱」そして「熱い花」という言葉を使います。 そういうわけで忍耐強い人は長い鼻を持っていて熱くなるのにも時間がかかるとなるのです信言には賢明な人は鼻が長いつまり怒るのに遅いとあります聖書の中で神は幾度となく怒っていますしかし神には鼻があるわけでもないですし熱くなったりもしませんこれは私たち自身が怒りで熱くなった体験を用いて神が人間の悪を見る時にどう感じるかを描いた比喩なのです あなたが公園で子供がいじめられているのを見たら怒りを覚えるのと同じように神は人間がお互いを抑圧したり世界を破壊したりするのを見るときに怒ります聖書において神の怒りは世界に対する神の正義と愛を表すものなのですそれでも怒るのに遅いというのは神が人が変わるのを長い間待ってくださっているということなのです 出エジプトの物語の中でファラオがイスラエルを奴隷にしイスラエル人の男の赤ん坊を川に投げ込ませた時神はファラオと対決するためにモーセを使わしましたその時ファラオにはイスラエルを解放するチャンスが10回も与えられましたが彼はそれを全て拒みましたそしてイスラエルを滅ぼそうと戦車で追いかけてきた時神は彼を海に投げ込みましたファラオの悪は彼の頭上に返されたのです これこそが神の熱い怒りです。非常に激しく厳しい場面ですが、もし神がファラオの悪に怒って最後には何とかしてくださらないなら、神は良いお方だとは言えないのではないでしょうか。そしてこの場面で神はファラオを彼自身がやったのと同じ目に合わせることによって、怒りを表されているんです。聖書の至るところで神の怒りは同じように表されています。イスラエルの物語においてもまさにそうです。 イスラエルは何百年にもわたって何度も何度も自分たちを奴隷状態から救い出してくださった神を裏切ってきました神は彼らに何度も立ち返るチャンスを与えましたが彼らは外国の神々に忠誠を誓い続けましたそして「神の激しい怒りがイスラエルに向かって燃え上がった」と記されるたびにそれに続いて「神は彼らを敵の手に渡された」と書かれています。 イスラエルは外国の神々に仕えたがったので神は偽なる怒りの中で彼らの望み通りにしてあったのですそしてやがてその国々がイスラエルを滅ぼすことになりました使徒パウロもローマ人への手紙の中で同様のことを言っています彼は人間の悪に対する神の怒りとは人間の破滅的な欲望と選択に引き渡すことによって表されると3回も言及しますたとえそれが死に至るとしても しかしパウロは「神は忍耐強いので人間に気づきと変化が生まれるための時間を与えている」とも言いました。というのも神の怒りは人間の悪に対する応答でありそれは神の憐れみと誠実な愛という根本的なご性質に基づいているのです。神はは人間を自滅するがまままにはしておけませんだからこそ神は救いの計画を進められているのです。 このためイエスはエルサレムに行って敵にも及ぶ神の愛を示すために死ぬと言われましたイエスは自滅の道を選んだ人間が立つべき立場に立ち彼らが追うべきだった結果をご自分の身に引き受けましたイエスの生涯死蘇りの中には悪に対する神の怒りと人間に対する愛が作用し合っていますこれが自滅の中にいた人間に許しと命を与えるのです 聖書における神の怒りは重要ですしかし物語はこれで終わりではありません。神が怒りと正義をもたらすのは神が良いお方だからです。そして神は非常に忍耐強く人間を神の愛へと回復させる計画を実行してくださっています。神は怒るのに遅いというのはこういう意味なのです。